イカはいっぱい恋は幻一夜星。はい、皆さんこんにちは、アマトオカナウです。本日は、タイトルの通り、オタク無職になるです。やばいタイトル、本当に。先月の8月の17日をもって、1年間勤めてた仕事を辞めたんですね。まあ、今までいろんな仕事をやってきたんですけど、ちょっとまあ理由がちょっと結構細かくって、私もともと本当に小さい頃からずっと歌手になるっていうことが夢だったんですけど、まあ、歌手になるって言っても本当にようやくその本当のなんだろうな、まあ本当になりたい形っていうのを見出してきたんですけど、自分の歌声でこう愛を感じてほしいっていう、愛を与えたいっていうか、やっぱりなんだろうな、難しいですね。もっと細かく言うってなると、いろいろありすぎて、もっとすごい、なんだろうな、すごい長い動画になってしまうんで、それはまたまたいつか話そうかなとは思うんですけど、愛を与えるこの歌を歌いたいっていうのが私の夢なんですね。歌手になってなんですけど、1年間ちょっと体調を崩して、からちょっと働き始めたところなんですけど、その前は実は、2年間ですね、2年間実はちょっとガールズバーで働いてて、で2年間働いてたガールズバーでちょっと体調を崩してしまって、もう自律神経失調症ですかねっていうのになってしまったんですけど、そこからちょっと回復してから、自転車で10分ぐらいかな、大体自転車で10分ぐらいのところに1年間通ってたんですけど、本当にちっちゃい結構お店で、飲食店なんですけど、バイトリーダーみたいな感じですかね、やらせていただいてて、でそこから最初通い始めてた時は全然忙しくなかったんですよ。で私がその厨房をやる側で、サイド側に1人で、宅配で1人っていう感じで3人で働いてたんですけど、もう本当に最初の1年間ぐらいは全然暇だったんですけど、私が辞める間際まではもう本当に尋常じゃないくらいに宅配、テイクアウト、まあ店内っていう感じですごく忙しくって、で本来だったら仕事をやりつつ夢を追いかけるっていうのが多分まあ普通の考え方だと思うんですけど、仕事を10時15時で働いていたんですけど、ちょっともうあまりにも忙しすぎて、こういわゆるハードワークっていうか、なんていうんですかね、オーバーワークってやつですかね、もうしてしまうような形ですかね、なってしまって、もう終わるたんびに頭がこうポッみたいな表現の仕方下手くそいわゆるその頭の回転ができなくなるぐらい忙しくって、まあ一人で全部厨房回してたんで余計ですよね。で忙しくってっていうので、その後帰ってきてからもう寝てしまうんですよ。寝てしまってからなんだろうなっていうのをやってしまうと、活動がもうあまりにもできないっていうか、まあなんだろうな、社員とかになってしまったらやっぱりその1日を全部取られて活動できないっていうので、アルバイトを選択してやってたんですけど、それでももう忙しさでもう頭がこう回転しなくなってしまうってなると、やっぱりその後に支障が来たし、支障があれば歌の活動なんてできないっていうことに気づいちゃって、でもなんかこうイライラする感情とか、こうなんだろうな、モヤモヤする感情とか、本当に自分の中じゃ必要ない感情なのに、もうイライラしちゃうしモヤモヤしちゃうし、すごい嫌な感情を持って歌を歌うって、それは私の中ではもう一番最低のことだと思ってるんで、やっぱりその感情を込めるって言っても、やっぱりその自分の歌を聴いてもらいたいとかじゃなくって、歌を聴いてもらってこの人の声を聞いて勇気が出たなとかっていう、なんていうのかな、まあそういう感じで思ってくれるような歌が歌いたいのに、もうなんかすごいイライラしてモヤモヤした声で
歌ってしまったら、もうその感情がこう伝わってしまうじゃないですか。っていうのが嫌で、まあきっぱり、はい、やめました。実はまだその先あるんです。話の途中でタイマーが鳴ってしまったんで、一瞬カットしてしまったんですけど、ちょっとそれを許してください。実は、あんまり恥ずかしいからなとも言えないですけど、私、この年になっても未だに自宅暮らしなんですけど、はい、実家暮らしなんですね。まあ、その分で、やっぱりその、なんだろうな、なんて言えばいいのかな。まあ、例えば携帯代とか、まあ、グッズのお金とか、まあ、自分で、払ったりとかしてたんですけど、そういう分はどうしていけばいいのかっていうのを、私の母親と、話をじっくりさせていただきまして、2ヶ月間だけ、猶予を、いただくことができました。本当に私の母親は、母はすごい寛大なんで、まあ、ありがたいとしか言いようがないですよね。やっぱりこうやって応援してくださるっていう方がいらっしゃるのが、一番もう私にとってはありがたいことなんで、はい。ということで、私の一番のファンは、母なんですけど、母が、やっぱり応援してくださってるので、しっかり、やっぱりやっていこうっていうのは思ってるんですね。ただ、2ヶ月間、その10月の末までっていうので、まあ、いわゆるタイムリミットが10月の末までなんですけど、まあ、それまでに、しっかりいわゆるてっぺんを目指せっていう言われてしまってるんで、まあ正直なれると思ってるんですよ。やっぱりはい。そのなんかなんでなれるのかっていうのはまた別の話は、はい、別の話で、はい、あれですけど恥ずかしいんですけど、まあやっぱりしっかり1日1回上げていって、やっぱ歌を歌ったり。あんまり得意じゃないですけど、ゲームやったりとか、あとはこうやって喋るのは結構好きなんで、喋ったりとか。まあ、いろいろ動画を上げていこうと思うので、はい。まあ、夢は、はい。愛を与えることができるような歌手なんですけど、まあ、テイラー・スウィフトとか、アブリル・ラビーンみたいな歌手になれたらいいなっていうのは正直思いますね。はい。あの方とかって、昔から大好きなんで、まあ、そうなれたらいいなっていうのはありますよね。はい。まあ、あれですね。仕事辞めてから、やっぱり自分のやりたいことが、すごいできるなっていうのはあるんですよ。やっぱり、まあ、実家暮らしだからって、恵まれた環境でいるっていうのが、一番感謝する部分ですけど、やっぱり絵を描くっていうのもできる。絵描けるし、歌も歌えるし、こうやってなんか動画も撮れる。もう最高ですね。はい。もう朝のうちに起きてから、いつもスムージーを作って、朝食べるんですけど、もうなんかこう、ゆっくりスムージー作って、自分の体のことを考えて、こう、大箱を入れて、とか、まあ、それはまたダイエットの話でまた別でやろうかなと思ってるんですけど、まあ、朝の自分のやりたかったことっていうのが、まあ、しっかりできてるなっていうのはありますよね。だからまあ、そうやって、なんだろう、与えられてるっていうのを忘れずに、はい。一日一回、しっかり動画を、まあ、歌なり、ゲームなり、こうやって話すなり、はい、いろいろやっていって、10月末までに、はい。目指せ、1000人。まあ、目指せ1000人っていう感じですかね。はい。まあ、もっと大きく言ってしまったらいいんですけど、まあ、言っていいんだったら言いますけどね。はい。まあ、ちょっと今回はそれはまた今度で。はい。っていう感じで10月末までぜひ応援していただければと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。はい。チャンネル登録お待ちしております。甘藤かなえでした。